はい、皆さんこんにちは。ワンダルグルビージュです。では今回は、提督の決断法パープキット PC 版、プレイをしていきたいと思います。で、今回はですね、少し趣向を凝らしまして、使用する、艦艇を、駆逐艦に縛ってプレイをしていきたいと思います。空母だったり、戦艦だったり、巡洋艦だったり、そして、潜水艦も今回は禁止した、本当に駆逐艦にね、限定したプレイをやっていきたいというふうに思っています。で、敵の飛行場をね、破壊ないし占領していかないと、海域の占領が進まないんですが、残念ながらですね、駆逐艦の砲撃では飛行場を削るのは極めて難しいので、揚陸艦だけ使わせていただきたいと思います。揚陸艦はね、敵の飛行場を効率よく削る手段の一つになってますので、駆逐艦に絞ってプレイをしつつ、敵の飛行場をね、占領するのに揚陸艦を使うということでプレイの方をしていきたいと思います。回戦の難易度はですね、すいません。今回駆逐艦に縛ってプレイをしていくので、回戦の難易度は普通で進めさせていただきたいと思います。では早速プレイの方を始めていきましょう。キャンペーンモードから今回軍労作戦で始めます。日米開戦とか大韓巨砲時代だとですね、もうそもそも海域の関係から駆逐艦に縛ってプレイするというのが事実上難しいので、今回はね、開戦前の軍労作戦から始めていきます。陣営はデフォルトの陣営、連合国側にはアメリカとイギリス、枢軸軍側に大日本帝国とドイツ第三帝国、このね、陣営で戦っていきたいと思います。で、早速なんですけども、最初のね、攻略目標だけ、ご説明したいと思います。最初の攻略目標はですね、ズバリ南シナ海ですね。今回駆逐艦に縛ってプレイをしていくんですけども、鉄がね、あっという間に枯渇します。で、それに合わせて、お金も減っていきます。なので、お金が取れる、ここ南シナ海ですね、鉄とお金が取れる南シナ海、今ここ大英帝国、つまりイギリスが取ってるんですけども、ここを取ります。で、ここを取った後はレイテを取ってセレベス海に進み、ここの鉄を取るっていうね、段取りとしては、今ご説明したような形で進めていきたいと思います。で、まず最初の第1段階作戦としては、インド洋まで進出してインド洋の鉄も確保するというのを目標にしたいと思っています。で、艦隊の方なんですけども、今ですね、艦隊が第1艦隊からずらっと並んでいて、ご覧のように、長門とか陸奥とかね、伊勢日向とか、駆逐艦以外のものが多数ある状態なので、艦隊を再編して駆逐艦以外のものを全部廃棄していきたいと思います。はい、では艦隊の再編を行ってきました。ご説明させていただきたいと思います。まず第1艦隊ですが、全部駆逐艦ですね。さらに揚陸艦を5隻入れています。敵の飛行場を破壊するのに、大体揚陸艦4隻分の陸戦隊が必要かなと思っています。余裕を持たせて第1艦隊には5隻、第2艦隊の方には揚陸艦を4隻、もちろん駆逐艦だけです。この駆逐艦の青い型というのはですね、航行速度が39ノット、で、対艦攻撃力が5連装3機の魚雷を持っています。なので、火力を重視した、駆逐艦ですね。そして第3艦隊ですが、ここも青いと、あとは揚陸艦4隻になっています。この第1、第2、第3艦隊で南シナ海、先ほどご説明した資源の取れる南シナ海に突入していきます。で、以下第4艦隊、第5艦隊もすべて駆逐艦だけで揃えてあります。で、1つだけですね、駆逐艦だけじゃないところがありまして、そこをご説明させていただきたいと思います。それがですね、この第16艦隊なんですけども、この第16艦隊はですね、今南シナ海の先、マレー沖にいます。で、マレー沖にいるのっておかしくないかっていう話なんですけども、これデフォルトの配置でマレー沖にいます。で、マレー沖にいるこの艦隊をですね、日本に戻して廃棄しようとすると、南シナ海を通らなきゃいけないので、この第16艦隊は使わずにですね、南シナ海を駆逐艦で攻略した後、この第16艦隊をですね、日本に戻して、
もう躊躇することなく廃棄していきたいと思います。まあ、なので使えませんというところですね。基本的な防衛戦略なんですけども、各拠点にはですね、空母に乗っていた艦載機とかを全部引っぺがして、最前線、例えばトラック沖なんかに大量の、ね、航空機をご覧のように配備しているという形です。なので、敵が攻め入ってきた場合には、基地航空隊の迎撃と、あとはまあ成功品ですが、駆逐艦による逃げ回りによって防衛を行っていきます。では、早速ですね、南シナ海の方に突入戦を行っていきたいと思います。で、枢軸軍の同盟国、まあ、つまりドイツですけども、ドイツが残念ながらですね、東地中海を失ってます。まあ、非常に残念ですね、これは。まあ、代わりといってはなんですけども、航海を取ってるんですけども、まあ、ここがね、ちょっと、展開としては早め早めに進んでるので、ドイツが早々に潰されるリスクが高いかなと思ってます。では、南シナ海の様子を確認していきましょう。今、南シナ海敵の艦隊がいないっていうね、すごく、いい条件が揃ってますので、南シナ海の方に艦隊を送っていきましょう。で、情報活動はですね、次の攻略目標になるレイテに入れておきます。では、南シナ海の突入戦を行っていきます。軍レベル報告。米英国に対し、日本が宣戦を布告ということですね。日本は満州事変を機に、中国東北部に満州国を建設した。しかし国際連盟は満州国を承認せず、日本は連盟を脱退する。国際的な孤立を深める中、日本は資源を求め南方に進出する。それに対しアメリカ、イギリス、オランダは対日経済封鎖で対抗する。事態を打開すべく交渉が行われる中、追い詰められた日本は開戦を決意するのだった。まず最初この南シナ海でね、サクッと取って損害少なく進めたらいいなというふうに思います。で、先ほどご覧いただいたように、今この南シナ海には敵の艦隊はいないというのが確認取れてますので、ここはですね、もう艦隊を温存して、敵の飛行場もバレてますので、確実に日没に出撃して仕留めていきましょう。陸戦隊を突入させていきましょう。まあ、このままね、進んでいってくれれば十分取れるかなとは思います。なんとかなんとかって感じだね。結構ギリだったね。この辺りはちょっと怖いところなんですよね。揚陸艦がもしうまい具合に機能しなかったらですね、まあ変な話、その飛行場を攻略することが事実上できないということになるんで、駆逐艦のね、砲撃では全く火力的に出ないっていうのがね、ありますからね。では、第2艦隊、第3艦隊の揚陸艦を2つ目の飛行場に向けて進めていきましょう。南シナ海を無傷で手に入れていこうと。こういうところですね。では、陸戦隊を投入していきます。お、早速飛んできてんだ。なあ、一隻失ってしまいましたね。一隻失ってしまった状況ですが、ここは確保しています。いや、これね、陸戦隊を積んで揚陸艦一隻失うだけでも今ご覧いただいたように結構死活問題なんですよね。ここは陸戦隊を積んだ揚陸艦、建造を進めていきたいと思います。で、占領したので敵の機密情報入手です。セレベス海のスパイレベルが上がり、さらに通信レベルが上がっています。
で、輸送船も確保しましたね。実はこの輸送船の打法も前半特に重要かなと思ってまして、輸送船を作る鉄すらも駆逐艦や揚陸艦を作るのに回したいっていうね、それほど、切迫した状態というところですね。では続いてフィリピン、レイテに進攻をかけていきたいと思います。ドイツ軍が北海に侵入して占領を果たしていますね。うわ、これドイツ西地中海やばそうだな。イギリス軍の大艦隊の前に風船の灯火ですね。まあ早々にこれドイツが脱落する危険性があるな。駆逐艦と揚陸艦を作っていきましょう。揚陸艦はこの後数が必要になってきますので、2隻ほど作っていきたいと思います。本当はね、研究もね進めたいんですけどね、なかなか研究が進められる状態じゃないっていうところがあるんで、今は目先の必要な駆逐艦を作っていきましょう。で、駆逐艦は島風ですね。島風は速度のある駆逐艦として、海軍の中でも優秀なものだったと思うんですけども、この39ノット出る島風型を量産していきます。島風をどんだけ戦場に送り込めるかというのもね、この戦いのキーになってくると思うので、惜しみなく作っていきましょう。で、一旦送った後ですね、この南シナ海からレイテに向かいます。で、マレーに入っている巡洋艦を含む艦隊、これは冒頭でご説明した通り日本に戻して解体します。では時間を進めましょう。レイテに水雷戦隊、駆逐艦のね艦艇を送っていきたいと思います。では第1第2第3艦隊ですね。揚陸艦を1隻失ってしまっているというのがね、ちょっと心配なポイントにはなりませんが、出撃をさせていきましょう。敵の飛行場の位置も割れてない状態なのでちょっと不安はありますね。では揚陸艦をね、南下させていきます。おそらくここのどっちかに飛行場が1個あったと思うので、マップ上に映っている敵の飛行場のありそうな場所に揚陸艦を、4隻進めていきます。残りの揚陸艦はその場で待機させて、駆逐艦艦隊は敵の艦隊の発見に努めます。では時間を進めていきます。敵の飛行場を発見したら攻撃に移りましょう。了解。敵の飛行場を発見。すぐに撤退。了解。まあ、駆逐艦1隻といえどもね、失いたくない戦力なので、しっかり守っていきます。了解。ではこの駆逐艦はさらに南下をして敵の飛行場の発見に努めてもらいましょう。ここにね、確か飛行場あったと思います。ここですね。敵艦を発見。今駆逐艦が敵の艦隊を発見しましたね。ちょっと現場確認します。ここですね。敵の飛行場の周りに展開していたという形ですね。まあ偵察で出している駆逐艦はこのまま行きましょう。まあ、なんとかね、逃げ切ってもらえればなというところですね。で、揚陸艦の方はこの敵の1つ目の飛行場の破壊に向かってもらいます。他の艦隊は敵の艦隊の迎撃に当たってもらいましょう。今のところ大型艦がいるかどうかも不明ですけど、こう潜水艦とかがいれば駆逐艦で、爆雷を投下、大型艦がいる場合はですね、魚雷をぶち込んでいきたいと思います。で、揚陸艦たちもですね、ちょっと南下させておきましょう。敵の飛行場は
大体の位置は割れましたからね。揚陸艦は20ノットしか出ない、足が遅いんでね、どうしても早め早めの行動しておかないとタイムオーバーになることが、まあ、あるので、そこはね十分に注意を払っていきます。敵の飛行場を発見、ここにもう一つ飛行場を発見してくれてますね。そしたらこの駆逐艦は敵の飛行場をしっかり迂回してもらいましょう。この駆逐艦のねしょぼい、走行だと飛行場からの砲撃でもあっさり沈みますからね。そろそろ夜が明けてくるかというところなんですけども、今ご覧のように4隻の揚陸艦から全艦、発艦したというところです。これで潰してもらいましょう。潰せなかった時がちょっと怖いんですよね。ではですね、この後昼間になりますので、全艦一度撤退します。まあ、撤退というかね、洋上待機に移ります。こういうちょっと面倒くさくてもしっかり対応しておかないと敵の航空隊に発見されるや悲しい末路が待ってることになりますので、しっかりここは撤退をさせましょう。これでね飛行場を早く潰してほしいなっていうところですよね。敵の航空隊が出てくる前に潰してもらいたい。偵察機に発見されると厄介ですからね。大丈夫そうですね。敵の一つ目の飛行場、第二飛行場の占領が確認できました。では続いて、次の夜を待って攻撃を行っていきたいと思います。敵の偵察機に駆逐艦が発見されてしまいましたね。こうなるともうあまり意味はないので、まあ、おそらくこのどっちかに敵の飛行場も一個あると思うんで、ここの飛行場を発見だけでもしてもらいたいので、全速で向かってもらいます。爆撃機だとね、そうそう当たらないと思うんですけど、うわ当たった、そうそう当たらないでしょうとかって言ったら早速当たっちゃいましたね。攻撃機の魚雷攻撃はね結構鬼門というか危険なんですよね。うわこんなに飛んできてるよ。なんとかうまく回避してくれと言っていたら撃沈されてしまいました。ではもう一隻見繕っていきましょう。まあ、駆逐艦がね、しっかりと敵を引きつけてくれたと信じましょう。さあでは今昼の3時なので、こっから夜に向かっていく段階で揚陸艦を突入させていきたいと思います。ここにありますね。敵の飛行場に戻っていくのが見えますよね。ここに一隻だけ向かわせましょう。了解。お、夜になったけどまだ飛んでくるか。おっと、敵の艦隊を発見してるね。ここにいますね、敵の艦隊で。敵の艦隊を発見してます。この敵の艦隊、従順か、軽順かがいそうな大きさですね、この艦影を見る限り。まずは敵の飛行場2つ目を、ね、破壊してしまいましょう。陸戦隊を積んだ揚陸艦を向かわせます。もうご覧のようにね、駆逐艦からの砲撃だと全然削れないんですよね。さあ敵の艦隊発見してます。この敵の艦隊をどう叩くかですね。ここは艦隊戦の指揮を取りましょう。
まあ、来撃戦を挑んでいかなきゃいけないので、敵はどうだろう、マップでいう左側に進んでそうですね。我々はその後を、迂回しながら追いましょう。で、陸戦隊を突入させます。第2飛行場、2つ目の飛行場って言った方がいいかな、そちらの方に陸戦隊を突入させます。ドライは早めに撃てるときに撃ちます。敵の艦隊までどれくらい数が入ってるか不明なので、あんまりね、その無駄遣いはできないんですけどね、魚雷のね。まあ、ただ駆逐艦は沈むのが早いので、沈んだら魚雷を温存してた意味もあまりないというところもありますから、撃てるときにもうどんどこ撃っていきます。包囲殲滅していく。この水雷戦はうまくいってるな。これは敵の駆逐艦と従順じゃない、軽順ですかね、入ってるのがね、この大きさだとね。では突入の方に行きましょう。もう敵の艦隊は壊滅させることができたと思います。そしたらまた、この夜のうちにもう一つの飛行場破壊というのは難しそうなので、第一艦隊以下全ての艦隊を一度洋上に避難させましょう。全部陸戦隊が出たのを見て、揚陸艦を撤退させていきましょう。これちょっと潰せるかどうか微妙だよな。3隻、もう1隻はね先行して出てましたけど、早々に潰されてますからね。残り3つの陸戦隊で、この大飛行場を占領できるかどうかというところですね。さあ、敵の飛行場発見してます。で、こっちの方は大丈夫かな。大丈夫そうですね。はい、占領してくれてます。これで一安心ですね。では日中の時間帯は洋上に待機させて、最後の夜、3日間のね艦隊戦になりますので、最後の夜に、ラス1の飛行場に陸戦隊を突入させていきたいと思います。敵の艦隊はもういなそうですね。では3時になりましたので、敵のね飛行場に向けて陸戦隊を動かしていきたいと思います。この飛行場を破壊できれば、レイテは取れますね。でセレベス海まではね、冒頭でご説明した通り鉄資源が欲しいので、なんとか進撃をしていきたいので、ここは陸戦隊を積んだ揚陸艦が失われないようにね、細心の注意を払っていきましょう。では陸戦隊を突入させていきたいと思います。4隻陸戦隊残ってるので、なんとかね攻略はできるかなと、攻略してもらいたいなというところですね。あ、雨も降ってくれてる。まあもうこのね夜であればあまり雨は関係ないですけど、昼間に雨降ってくれるとね本当に大きいですよね。さあ陸戦隊突入です。4隻の揚陸艦から陸戦隊が続々と突入というシーンになっていこうかと思います。では全部出ましたので時間を進めていきます。はい、
これでレイテを確保しました。駆逐艦をね、全部で、6隻失ってしまっています。ここはねしっかり補充をしていきましょう。はい、機密情報を入手して、鋼材レベルが8に上がっています。輸送船も打破完了です。では続いてセレベスカをね攻略していきたいと思いますが、その前に次の攻略目標ですね。次の攻略目標はセレベスカイ、ここでお金、ボーナスをね確実にもらっておきましょう。では今回はね初回ということでここまでにさせていただいてですね、次回以降、今回はね敵の艦隊も小規模なものだったり、そもそもいなかったりというところだったので、いくつか駆逐艦失いましたけども、なんとかねここまで、進めてきています。次回はセレベスカイを取って、シンガポール、インド洋、作戦のね第一段階の目標まで突き進んでいきたいというふうに思います。